はい、2回目、やい、これはやばい、トミーさんやばいですよ。ありがとうございます。あおお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 おこれは熱い、これは熱い。優勝クラッシュと保留中ですね。だ。あ、もう当たりますよ。池田店長調子いいな。ほらほらほら。あ、怖い。強い強い。いろいろ強い。わあ、金文字きた。すごいな。ありがとうございます。3回目ありがとうございます。なんか池田店長一人で楽しんでますね。なんもこんちゃけどこっち。いや、いろんなエース見れて楽しいですね。やっぱライト面白いっすよね。ライトいいっすね。はい、まあそりゃそうでしょう。ありがとうございます。いや、これはもう入れたい、ちょっといかんな、1回のラッシュで。池田店長、はい、半分経過です、時間が。もう半分、あと45。じゃあこれ入れてちょっとラストまで走り切りましょうか。45分走ったらすごいわ、はい、当てれるかなこっち。さあ入れたいよ。さあ来いよ。ハラハラする。わかんないですもんね、どこであるか。いや、そうなんですよ。ハラハラする。あ、ええ、これはあーナイス。いや、残念。まあ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 、くそー。2連発するか。まあでもすぐ当たり引きそうですよね。まあまあね、今日は多分もうトミーさんからラッシュのなんか気配が漂ってないんですよね。いつものトミーさんじゃないんですよ。もうちょっとねイケイケの展開作られるんですけど。確かに。これ行きますよ。あ、今長かったやつですか。もう普通に仕事終わりにうちに来てる人みたいな。もう本当そうですよ。サラリーマンのおじさんです。おい、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 ちょっとすごい絡んでくるんですけど。店長うざ絡みいますよね。知らないのにいきなり熱い気持ちが来たら、おーいって言ってますよね。ある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 なんて言っていいのか、こっちは。おーって言うしかないですもんね。おーって言われたら間違いない。外れた時の気まずさよ、その知らない人の。3回ずつ。そうですね、はい、すごい。3回ずつ当ててますよ。
長いですね問題はその後でしょ。そうですね。あっ、おっ、 25% でついにこれ決まれば、決まればラストですよ。僕いけ。普通ですか。ああ無理やったんすか。あー無理でしたね。やばいっすよ。だってシーサーさんの71ですよ。 7の1。 6、6、1なんで、はい、7回当たって1回取ってる。だから僕は本当に50パーあるのかって思ってるんですよ。いやそうなってきてますよね、今の展開だけだと。当たりが来ないぞ。ちょっとしんどいですね。もうすぐ250ぐらいですか。220、はい、そうですね。あーもう終わった後誰かのお金でジュースが飲みたいのにな赤まで行きました。あんまり期待してなかったけど、これあれです。お願いチャンスかドックンです。よーし、267回転目。はい、おー、2回目。さあやっと僕は2回目のあたり、これでラッシュに入れれたら最高だけどな。乗ってますね。お願い。まさに演出通りの絵になってますよ。いや本当ですよ。もう時間もないんで。確かに。黄色。まあ黄色はまあまあ。すいません、僕のラッシュで多分締めくくりになると思います。いや諦めないですよ最後まで。ボタンは普通。黄色やの。全然減ってないや。ほんまや。頼む。うーわマジで。しんど。本音の声が。いやしんどいっすよね。これきついな。本当相性かな。おー来たぜー、頼むー、ゲンクロよしよしよし。どうかな、ここはまだ33、4回転、浅いところで。お、後半いった。おお、あ、赤文字だ。さあ池田店長当たれば4回目。お、あーでも赤文字出てますもんね。うん、ちょっと微妙っすね。
おお、いった後半。きついと思うけど。おお、4回目。4回目。さあこれは、こっちも当たりと。さあ頼む。当たりの数でも負け取るし、ラッシュにも緩くないんで、こっちは。あ、緑。それは強い。これは強いよ。さあ完全コピーでいきましょう。さすがに。うわー、もうついてない。はい、2回目。いや、はい、これはやばい。トミーさんやばいですよ。ありがとうございます。我々もうラッシュなしで負けるパターンじゃないですか。すごいな。すごいっていうか、僕らが何やってんだっていう話ですけど。まあまあまあ、僕だけで言うと4分の2ですから。そうですよね、うん、50% ですよ。僕ら 0% です。5の0です。もう大丈夫ですよ池田店長。はい、安心してください。どういうことですか。そんなに出さなくても大丈夫です。あ、いえいえ、優勝です、はい、とりあえずまあまあまあ待っときますよ。あのずっと当てながら。いやいや、2000発ぐらいあれば十分ですよ。おー、レイボー、楽しそうやな。富さんがさっきから発展するときになんか一人で文句言って首かしげてるんですよ。もうほんまにパチンコ打ちに来てる方っす。おー、オッケー。地元の方ですか。すごい、なんかもう地元の人みたいになってますけど、今日は出らんなーっていう。ハンドルを左に戻してくれ。うっせー。ハンドルを左に戻してくれ。おじさん。はい。はい。おお。さっきを超えましたね。はい、超えました。池田店長に勝負を挑んだのが間違いだったかもな。いやー、気持ちいいわこれは。今日やっぱ仕上げてきてますね。いや、仕上げてきました今日は。さすがです。うん、これは強いぜ、ちょっと強いな。何が熱いって急転敗なんですよ、うん、後半8点で大当たり濃厚です。目がファイヤーになれば当たり。どうかな。おお、あ、ちょっと終盤に来て、みんなちょっとチャンスになってきた。超えろ。あー、ダメ。めっちゃボタン押してる人おる。はい、ああ、いった。よし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 。さあこれ最後、前回終わり。最後三つの森ですよ、ラスト。はい、よし、はい。あ、完全に完全にいただいた温度感やったね。いや、今の流れは当たる流れですよ。今のはね、いやいやいや。やめてください、ちょっともう店長ちょっと注意してもらっていいですか。勝手に入り込んでくるんですけど。
ちょっともう球もガヤなって持ってますもんね。もう本当っていうか池田店長出ますね。いや出ますね。ちゃんと9ラウンド引いとるし、いや9ラウンド引きましたよ。でトミーさん参戦熱いですね。はい、4000、はいはいはい、これは5000もらうんじゃないですか。まあまああと1回9ラウンド取ればいいですもんね、うん、はい、すごい OK。トミーさんの代です。あ、もうなんか当たると思ってますね。もう当たると思って見てますね。あ、はいはいはい、マジか。ちょっと待って、怖い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 、今日の確率ですよね。あ、そうですね、上手。え、入れ替わりか。5000の壁は越えれないのか。これトミーさんもラッシュいったら面白いけどな。いや面白くない、越えさせてくれ。ラッシュいったらダメだ。頼む、準備完了だ。頼む、どっちも大事。おっしゃい、強い、よし。いや今日は池田店長が一番強いっすよ。よし、これは勝てんわ。これはいただいた。もう5000発見えてきましたね。そうですね。さあそしてトミーさんももう残り時間考えたらこれが勝負だけ、ラストのチャレンジぐらいですね。もうほんま一気一流じゃないですか。もう地元の地元の方で遊びに来てます。表情がやばい。もう多分昨日相当負けてるんですけど、あ、これはこれラッシュです。ラッシュ、はい、うわー、見せた最後。よっしゃー。昨日までいくら負けてんだっていう。もうどうした。相当昨日やられたんですよね。完全にミドルの時の喜び方ですもんね。そう、もうね、甘口のコーナーでこんな叫ぶ人いますよ。はい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 、4発だけまだいいですけどね。まあまあそうですね。1円でこれやったら考えますよね。声かけようかどうしようか。はい、5000確定。はい、あーすごい、ありがとうございます。で大変残念なんですけど、もう時間の方が残り少なくなってまして、はい、これお二人のラッシュが終わればっていうところですね。あの一応また10ラウンド。どちらかのラッシュが続いてる間に僕が当てれば僕のラッシュまで、そうですね。でお二人のラッシュが終わるまで僕が当てれなければそこまでということで。いやなんかさっきまでと右の方が全然違うんですよ、さっきまでと表情が。確かに確かに、さっきまで苦しそうに言ってたのに、もうなんかすごいね、他の人を見下してるような笑顔で打ってるんですよね。でもなんかこの結構感情の起伏が激しいお客様が当たってる時って、はいはいはい、お店の人も見てて安心するんじゃないですか。そうですね。あ、よかったって、うん、そうですね。いやでもやっぱそこにこそこのパチンコの良さってあるんやなって再確認してますけどね。なんかこうちょっと隣の方がやばいです。あとあれあれ、お二人ともやばい。あーどっちもやばい。頼む。まだ続けたい。はい、おいしゃー、よっしゃー、トミさん終了。よし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 、216。まあ止めは免れました。そうですね、20連目。いやすごいわ。あーはー、よしよしよし、すごい。
おー、はい、これは行くでしょ、一回転やから。あと先発だ。あれだって 2で行ってないから。あ、そういうことなんですか。あー、あ、本当だ。そういうことあるんです。いや、さすがあー、すごい、やっぱ見るとこ違いますね。なるほど、演出的に3回転回ってるように見えるけど実際1回転しか回ってない、うん、あ、これはいいこと聞きました。これ知らなかった方多いんじゃないですか。いや、本当分かってました池田選手。はい、分かってました。いや、分かってなかったです全然。ですよね、分かってなかったです。さあ、もう追加、はい、うわー、もう1万いただきましたね。ここがもう連れてきてたら、お前夜何食いたいみたいなね。これあ、俺、いや、もうラーメンでいいよ、ラーメンで。はい、この時間やし、空いてるところもラーメンしかないからみたいな。ラーメンでいいよ。あ、あれあれあれ、覚えた、ほら、覚えましたよ。覚えてもうた、覚えてもうた。もう覚えましたよ。これも僕ホール巡回してる時、あの、こないやってても、いや、当たってる当たってるみたいな。覚えた。いや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 、ボタンでしょ、ボタン。上がる、上がる、11640。大工の源さん、ちょっと待ってよ。常連さん、常連さん。終わり方が。まあ、上がるタイミングですよね。まあまあ、そうですね。いやいや、でも11600、ありがとうございます。出玉もすごいですけど、まあ、25分ですよ。だからライトバージョンでもこれだけ瞬発力があるっていうのを目の当たりにさせてもらえてよかったです、はい、ちょっと勝負は負けましたけどね。いや、ありがとうございます。はい、これで終わりたいと思います。はい、ありがとうございます。よしよしよし、ナンバーランプ関係なかったっすね。はい、実戦終了です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。いや、池田店長、いや、もう3人で出玉合戦になると思ったら、はいはいはい、池田店長の圧勝ということで、はい、まあ、我々残念ながら負けてしまいました。ただやっぱいいもの見せてもらったん で、ね、なんか負けても悔しくないというか、そうです、ね、一緒にこの勝負ができてよかったなと思います。いや、でも面白かった。初めて3人で打ちましたけど、そうす、ね、意外と、ね、熱くなったし、うんうん、ね、トミーさんの方はね、ちょっと今日はたまたま不調でしたけど、ね、はい、でも2位ですよ。めっちゃ声ちっちゃい。めちゃ悔しがってるじゃないですか。でも2位なんで、うん、僕ら言い出しっぺが僕で負けてますからね。しかもラッシュゼロですよ。そうですね。で、今日僕が3回当てて、うん、ラッシュゼロで、以前打った時に7連単食らった後なんで、今僕10連単なんです。やばいっすね。いや、えぐいな。やばいぐらい相性悪い。えぐい。だから、まあ、ラッシュ引くまで打ち続けないかんなと思いながら、まあ、まあ、そうですね、はい、でまた、まあ、3人揃うことがもしかしたら今後もあるかも分かりませんので、まあ、その時はまた何かしらの勝負をしていきたいなと思います。そうですね、はい、でまた次回はね、あの、どちらが出られるかっていうのはまだ分かりませんけれども、まだまだキコのチャンネルで、あの、こういった実践動画配信していきますので、はい、チャンネル登録まだの方いらっしゃったらぜひチャンネル登録お願いします。よろしくお願いします。それでは今日はこの辺で失礼したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。